風水でよく大事なのは、うんうん、あのよく言うのがあの水回りをきれいにしましょう。あ、あるよね。いいのね。あの台所とかトイレとか、うんうん、で結構水が大事だというお話を聞いたんです、うんうん、で、あのよく町で噴水がある町とかあるじゃないですか、うん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 、そういうところはなんか栄えるらしいんですって。ほうほうほう。でなんか水の周りを人がそういう歩くから栄えてるから、うんうんうん、そういうなんか統計よくわかんないですけど、あの統計学上で出てるらしいです、うんうん、なるほど。だからその噴水のないあの 市の市長とか、ほう、うちも噴水作ろうとか、なるほどなるほど、そういう計画を立てたりするらしいです、うんうん、で、うん、日本の噴水ってどこか分かります？どういうこと？日本の噴水、そう、公園とかにいろいろあるイメージですけど。でも日本の一番大きな噴水を拠点として日本が回ってるっていう、はあはあ、そこの周りを人が歩くことによって日本が回ってるっていう話を聞いたんですよ。どこなの？それが皇居なんですよ。ほう、あれ、ま、皇居素晴らしいですね。で、はい、周りにあれ人が確かにマラソンしてるんじゃないですか。おうおうおう、水を回すかき混ぜてるんですよ。おうおうっていうので、あれ中心じゃないですか、日本。おうおうおう、地球が回って、うん、あ、地球じゃないですか。なんで最後さちゃんと閉まるかと思ったらニヤニヤしてなんか地球規模の話になってる。いや、それが素晴らしいけどね、皇居ね。してるっていう。あ、なるほど。周りの池みたいなのをマラソンランナーが走ることで、そうなんです、運気を上げてるんじゃないかっていう話ね。